はい、来ました、ボーイの何買う TV。 はい、ということで、まあこれ何かっていうと、あの最近 TikTok をね始めたんですよ。10月ぐらいに TikTok 始めて、で TikTok で、まあ、シュプリームとかパレスとか FTC とか、まあ、その週にね発売するやつを、まあ、画像でねこうスクロールして簡単に見れるように、まあ、毎週まとめて投稿してるんですけど、で今週ついにパレスの、ウルティモがねスタートします。あのパレスってちょっとシーズンが特殊で、オータム、ウィンター、アルティモってね3つに分かれてるんですよ。で秋だったらオータムで、冬だったらウィンターで、一番最後にウルティモがあるんですけど、このウルティモっていうのが意味としては最後っていう意味 でその最後のウルティモが、今週からスタートします。はい、ということでこんな感じでパレスのウルティモの、レギュラーアイテムが並んでるんですけど、まあ、今回のね、まあ、一番の目玉としてはやっぱりこのゴアテックスのジャケットのツリー柄のジャケットかなと思います。いやちょっとね、今季のパレスはツリー柄がねめちゃくちゃかっこいい。このツリー柄はウィンターの時にゴアテックスのジャケットと、あとダウンジャケットでもツリー柄出てるんですけど、どれもねちょっとツリー柄のデザインが微妙に違っていて、まあ自分的にはねこのダウンジャケットのツリー柄が一番好きだったんですけど、でも前回のゴアテックスのジャケットは結構ねポケットがたくさんついていて、機能面があってね形もかなりかっこよかったんですけど、で今回このウルティモで発売するジャケットも形がね少し特殊で、まあ、ジップがねこう斜めについていて、口元もねちょっと特殊なんですよね、まあ、ちょうど口元に息しやすいように穴が開いていたりとか、横から見た時のこのフードの上の部分とかもねめちゃくちゃかっこいいんですよね。でこれ今回シュプリームでも似たようなジャケットが発売されるんですけど、まあ、シュプリームだとあの口元の部分が穴開いてなくて、シュプリームのロゴがデザインされていて、まあ、そもそもシュプリームだと700フィル使ってるんで、まあ、かなりね保温性があるジャケットなんですけど、あのストレンジャーシングスの表の世界と裏の世界ぐらいなんかもデザインが違いすぎる。シュプリームの場合だとなんかイメージとしては昼間の森林みたいな感じのイメージですけど、パレスはもうなんかこう殺伐としてて、なんかモンスターとか化け物が出てきそう。あのそれこそテラリアっていう 2D のゲームがあるんですけど、テラリアのなんかあの気持ち悪い化け物が出てきそう。まああとはジャケットで言うとこのパファージャケット、まあ、多分ねこれダウンジャケットだと思うんですけど、まあ、真ん中にパレスのアーチロゴがあって、でチャックがねこれハーフジップタイプになっていて、ちょっと形が特殊ですね。ちょっと横幅広めな感じで、で下もドローコートで絞れるんで、かなりシルエット良さそうですね。これこのハーフジップっていうのがね可愛いですよね。ちなみにパレスのパファージャケットで言うと、あの3年前ぐらいに発売されたあの黄色のパファージャケットねめちゃくちゃ好き。はい、続いてはカーゴタイプのジャケットになるんですけど、まあ、おしゃれな世界線のドクマムシだったらこれ着てるんじゃないかな。まあ、でも普通にかっこいいですけどね。このカーゴジャケットもね毎年発売されてる定番の形なんですけど、これも結構売れるの早かった気がしますね。であとはスタジャンとかもね発売されるんですけど、まあ、表がねパレスのアーチロゴのデザインと、であと09っていうのがパレスが立ち上がった年が2009年なんで、まあ、その数字と、あとゴアテックス今回使ってるっぽいんで、まあ、ゴアテックスのロゴがあって、これスタジャンでゴアテックスってもう定価やばいでしょ多分。ちょっと後ろくどいっすけどねデザイン。あとまあ2023年っていう数字もさ、あと1ヶ月ぐらいで2024年になっちゃうから、ちょっとなんか買いづらい感じはあるっすよね、ここまででかくあると。あとは鬼がデザインされたボンバージャケット、これもなんかちょっと絶妙にダサいっすよね、いい意味で。なんかあのシュプリームの最高って書いてあるスタジャンぐらい、あえてちょっとこのダサい感じ、まあ、あとは普通のシンプルなジャケットなんですけど、これ去年セールで似たようなデザインの黄色が多分セールになってたと思うんですけど、ブラックとかは人気そうっすね普通に。あとはリバーシブルのチェックフリース、これ赤色結構可愛いっすけどね。まあ一個なんかこういう派手なジャケットというかフリース持っててもいいなとは思いますね。続いてはフライトジャケット、これも確かウィンターの一発目にレザーのフライトジャケット発売したと思うんですけど、まあ、それよりはね多分だいぶ安いんじゃないかな。はい、続いて来ました、個人的に注目してるこの迷彩柄のヘイリーカモニット。このヘイリーニットっていうのがさ、調べた感じちょっとこう毛先が長い感じなんですよね。それがさ使っててこう毛すぐ落ちないのかなっていう心配があるんですけど、まあ、どうせ買うんだったらこのパレスでしかないような迷彩柄とかの方が
ちょっとやっぱ欲しいっすよね。で、パレスはね、この時期パーカーがね、めちゃくちゃ暖かそうなんですよね。これ外とかで着る分にはさ、チャック全部閉めて、フードも被っていい感じだと思うんですけど、逆にちょっと開けるとさ、なんか、ダサそうっすよね。で、あとは普通のジップタイプのパーカーがあるんですけど、これどうなってんの形。めちゃくちゃ顔隠すやん、これ。まあ多分これは内側に隠せるタイプだと思うんで、まあ暑かったら使わなくて済むし、逆にスノボーとか行って寒い時は使えるんで、あと自分みたいに雪国に住んでる人は、めちゃくちゃ暖かいんじゃないですかね。で、あとはこれもポーラテック使った、少しね、形が違うタイプのパーカーなんですけど、まあ、首元がボタン式になってるんで、まあ、これもかなりね、使い勝手良さそうっすね。なんか結局ね、こういうデザインって後から欲しくなるんですよね。あの、チェリーのデザインの白とか青のやつもかなり良かったんですけど、なんかああいう感じのクルーネックってなんか後から欲しくなるんですよね。これもなんか後々欲しくなりそうなカラーリング。で、続いてはですね、パレスの、ユニフォームっすね。これ夏の時に架空のサッカーチームのエンブレムがデザインされたユニフォーム出てるんですけど、それと結構ね、カラーリング似てるんですよね。まあデザインは違うんですけど、ちょっとカラーパターンが似てて、これもシンプルにかっこいいけど、まあでも夏に発売されたユニフォームの方が個人的には好きかな。はい、続いて T シャツなんですけど、プレシアス T シャツ。なんかね、こういうの好きなんですよね。ヒロアカとかもさ、結局、常闇みたいなキャラクター好きなんで、まあでも最近もこういうキャラクター系は買わないようにしてるんで、まあデザインは好きだけど、まあスルーかなって感じですね。あとはスキーの T シャツがあるんですけど、まあ、よく見ると、パラソニックのユニフォームを着てると。まあ、他に人気なところで言うと、このパイロットキャップ。自分もこれ他のブランドのやつ持ってるんですけど、これ暑すぎてね、全然使えない。あの、外にいる分にはいいんですけど、電車の中入るとね、マジで地獄。これ多分ビーニーとネックウォーマーが合体してるやつだと思うんですけど、これ合体してたらさ、どうやって使うんだろうね。これ合体してるけど、使うときは取るみたいな感じなんかな。まあ、ビーニー自体はね、パレスのスモールロゴと B ロゴのデザインあって、まあ、表裏使えそうで結構シンプルにビーニーは良さそうっすけど。あとはバスローブもあるんすけど、無駄になんか高級感あるっすよね。トライアングルめちゃくちゃかっこいいんだけど、このネイビー。クソかっけえぞ、これ。まあ、あと耳当て。地味に持ってるとめちゃくちゃ使えるやつね。あとはパレスのロゴのシルバーリング。これ夏だったかな？あの、イチゴのリングが出たんですけど、まあ、それよりは人気そうっすね。あとはこれステンレスのスティールアイスキューブズ。シルバー。これ多分あれですよね。最近なんか使ってる人がいる冷凍庫で冷やして、あの、氷として使えて再利用できるみたいな。多分そういうグッズですよね。で、続いて、パレスのグラスなんですけど、いや、これちょっとね、買う気満々だったんですけど、いや、今気づいたわ、ショットグラスって。まあ、あとはグッズで言うと、サッカーボールと、コップと、スリップマットと、で、今回パズルがね、発売されるんですけど、これもね、結構気になってるんですよ。あの、昔のデザインなんですよね、これパズル。まあ、最近ので分かりやすいやつで言うと、このパレスのダックのデザインだったりとか、あとパルアイスとかね、デザインも結構最近だったりとか、まあ、ちょっと古いので言うと、このパレスの P ロゴのなんかブーメラン持った少年みたいなやつが、なんか昔 T シャツで発売されてたやつとか、いろんな昔のデザインがあって、結構やっぱパレス好きな人はこれ欲しいんじゃないかなっていう。あとはなんかこのキノコのおじさんの置物と、あとパレスのトライアングルのフィギュアみたいなやつ。これさっきインスタで見た感じだと、足元がなんか結構揺れる感じのフィギュアで、持ってるやつだけが光るのかな。で、今週発売するアイテムがもう決まってるんですけど、まあ、今週個人的に欲しいので言うと、パズルか、このトライアングルの置物。これどっちかかな。まあ、個人的にはちょっとパズル欲しいんですけど。で、あとニットが発売されたら、ニットちょっといくらかわかんないんですけど、まあ、金額次第ではちょっと欲しいかなと思ってます。まあ、T シャツとか、あの、パレスのユニフォームとか、まあ、パーカーとかね、いろいろ人気そうではあるんですけど、結構狙うアイテムはそれぞれなんか分かれそうっすね。で、パレスまだ動画にできてないんですけど、あの、パンツ2本と、あとアウター1つね、実は買ってるんで、まあ、それもちょっと来週、再来週あたりにちょっと紹介できればなと思います。
で、あと今週は他のブランドの発売で言うと、まあ、自分の TikTok 見てもらうとね、かなりわかりやすいんですけど、まあ、シュプリームはね、ブランケットとか、レッキとか、まあ、パーカーとかね、いろいろ発売があって、で、あと今週はタイトブースのアノラックのジャケットが発売あります。ジャケットがね、シルエットとかデザイン込みでかなりかっこいいんですよね。で、あとこの黒のダウンジャケットっぽいジャケットも、首周りも結構ボリュームあって、これもシルエットかなりかっこいいかなと思います。あとは今週、キスとディズニーコラボが結構な数ね、発売あるんですけど、まあ、個人的にいいなと思ったのが、まあ、ブランケットですね。まあ、でも今円安だから、キスのオンラインで買うと多分めちゃくちゃ高いと思うんですよね。あとミッキーのこのちょっと怒ってる感じのデザイン好きですけどね、個人的に。で、あと今週は FTC もね、ダウンジャケットが発売あるんですけど、まあ、これもかなりね、シンプルで使いやすそうだし、あとレザーのジャケットも発売あるのかな。で、あとバターグッズもね、ポロシャツとか、リバーシブルのジャケットとか発売あったりとか、あとヒューマンメイドもね、ダウンジャケットとか、スウェット系がね、発売あるかなって感じです。まあ結構いろんなブランドで発売がある週なんですけど、まあ、そんなに狙うものはないかな、個人的には。まあ、それよりもパレスのアルティモがスタートするんで、まあ、来週以降ね、どんなコラボがあるのかっていうのがもう楽しみ。パレスはね、やっぱりシュプリームじゃコラボできないというか、コラボしないブランドとコラボしていくんで、それがやっぱり面白いんですよね。まあでも最近で言うと、アークテリクスだったりとか、エンジニアドガーメンツとか、ハリッツっていうね、イギリスの百貨店とか、特に12月とかはね、結構でかいコラボするイメージなんで、ちょっとこの時期はね、かなり楽しみ。それこそね、最近ハリッツっていう、ね、百貨店とコラボした時に、スタジャンがね、発売されたんですけど、あれ今になってちょっと欲しい。あれそもそもめっちゃ定価高いんですけど、二次流通で全然回ってないんですよね。だからあれもちょっとね、いつか中古でいいから、少し安く買えたら欲しい。まあ、それこそアークテリクスの青のジャケットで、フード部分がオレンジのやつもあるんですけど、あれとかもちょっと今になってほしいんですよね。でもあれはね、結構偽物が逆に出回ってるんで、あれはね、ちょっと中古で結構あるんですけど、逆に買いづらいんですよね。はい、そんな感じで今回の動画は以上となります。よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。